こんにちは。えー、ホールストーン。マナスピード普通で、ライフによってやってくることは変わりますが、とにかく硬い英雄ですよね。ウォーターパイプ。えー、一番欲しい英雄です。レオニダス。この二着目のコスチュームで、全員のマナを削るっていうのがエグいですよね。 えー、レオニダスはこの2着目で化けたなぁと思っています。劉、え、備、ー、が全員がカウンターの英雄で、えー、戦争で、えー、相手の前衛に、えー、いて散々しんどい思いをしているアラミス。羨ましいなと。えー、こちら作戦としてはウォーターパイプや劉備対策に ベラを外せなかったんで、えー、ベラと、えー、さらに紫の回復薬にクノルフォットを入れました。まあ、緑が2体いるということで、えー、赤3体を入れています。えー、はい、いきまーす。これはきついわ。 えこちら紫、紫赤チーム。とりあえず、青がとことん多いんで、えー、青ダイヤを作るか。ここ行ってみるか。紫は盤面に降ってきてくれているけれども、紫ダイヤを作ることを考えて、 を寄せて少しでもウォーターパイプを刺激したくない、えー、こうしましょうか紫ダイヤ使っちゃいましょう。 ウォーターパイプよりも先にベラを使えてとりあえずよかったですえデ、ー、ュービがスキルを打ってくるえー、ベラで、えー、少しでも封じ込めれたらいいのにな、えー、ここ行きましょうかデュービーのミギンを2体呼ばれている 上場カウンターででもベラのミニオンが、えー、倒れていくのは悲しい。とりあえずここ行きましょうか。レオニダスによって全員がマナ削りを受ける。これなんすよね。レオニダスいわ。2着目。 アラミスによって回復されるまあガーネット1で使っときましょうかえー、竜ができてずれてしまうんで連鎖が起きないもうここ行きましょうか えー、ベラのミニオンがもう一体もいない。えー、ベラが倒れている。えー、エミリオを使って。えー、もう負けかなと考えて。えー、ゲームを進めています。やはり勝てないなと思った相手に。 勝てなかったですね。せめて単色の暴力でも使えば、ワンチャンあったのかもしれない。はい、ありがとうございました。乾杯です。再戦行きましょうか。あかんわ。 はいありがとうございました。